働き方がかなり変わってきてるので、うん、潜水士がいらなくなるんじゃなく、うん、潜水士の経験を生かしてそのロボットを使って効率よくしていくっていうのを進めてますね。この番組は北海道を愛し北海道の活性化を目指すボスたちと北海道の未来と経営について楽しく真剣に語り合う番組です。今回のゲストは今日は株式会社ダイブ代表取締役中村哲也さんにお越しいただきました。中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。株式会社ダイブは2011年に函館市で創業、潜水調査や水中工事のほか災害救助や漁業関係者への潜水教育など海に潜るさまざまな業務を請け負っています。また近年では本社内に設置した屋内プールを使い水中ドローンの操縦士育成事業を展開するなどスマート漁業の推進にも力を入れています。潜水士の会社というふうにお聞きしてるんですけども、はいはい、潜水士ってまずどんな仕事をされるんですか？そうですね、まあ、馴染みはないかもしれないんですけど、はい、例えば港とかもそうですけど必ず人の手でですね調査したり設計して構造物を作り上げてったり、まあ、分かりやすく言うと海猿とか海上保安庁だったり、はい、消防庁 の、まあ、レスキュー隊だったり自衛隊だったり、うん、まあ、全て潜水士っていうのが海で活動してるってことですね。中村さんご自身も潜水士でいらっしゃるってことですか？はい、現役で。潜水士はこれ資格としては国家資格ですか？国家資格ですね。水の中全般を扱っている仕事っていうことですね。中村さんご自身がその、はい、水の中の仕事に興味を持たれたことをどんどんちょっと聞いていきたいんですけど、生まれはどちらですか？はい、生まれは道東の根室市ですね。根室でお家はどんなお家ですか？そうですね、まあ漁業を営んでるっていうかですね、まあ、始まりは祖父がじいちゃんがですねそういうウニの加工場っていうのを、まあやってまして、そこにはもうたくさんの女工さんがウニを、うん、ウニの折り詰めにですね、はい、よくお寿司屋さんに並んでるそれをやってまして、それを取ってるのが潜水士、ね、ウニを取ってるのが潜水士の方なんですね。もぐりさん、もぐりさんっていうので、うん、もうたくさんウニを取ってきてそれで生計立ててるんですけど、僕らそのスーツとか水洗いして、はいはい、お立ちもらったりですね、うん、あれ買ってこい、これ買ってこいって、うん、もうお使い行ってはその小遣いもすごいんだなっていうのがね、小さいながらにありまして、ずいぶん可愛がってもらったんですね。そうですね、まあそういうのもあって、まあ、自分の親も自分の息子が潜ってくれたらなお儲かるなって、ね、まあそういう、まあ、たくですね、まあ、実際にそういう潜水士、うん、潜水を教える学校が岩手県の方にあったもんですから、はい、そこに3年間下宿して、じゃあ北海道を出られて、ここは岩手の方に、はい、岩手の方に、そういう潜水士になるための、はい、そういう学校が高校あるんですか？あるんですよね。普通科目の他にそういう測量とか土木施工水中土木科っていうのだったんですよ、僕らの時は、はい、そこで港湾工事とかの基礎とかですね、そういうものをやり方を学んだり、でその潜水実習棟って10メータープールっていうのがあって、うん、そこで訓練して、深さが10メートルあるプールですか？はい、そうですね、うん、で親元を離れて岩手で高校3年間過ごして、で高校卒業した後は、高校卒業した後ですね、北海道の会社を選んで、はい、函館に、縁あって、いろんなことをやってる会社があったもんですから、そこに就職しまして、あ、実際にその函館の会社ではどういったこう作業とかに関わられたんですか？そうですね、港湾工事
まあ、港を作る補修する潜水工事だけでなく、その海難事故とか、レジャーの、スクーバダイビングを教えるインストラクターの育成とかもやってたので、とか、水産漁業のそのヤリイカ産卵床だったりとかですね、昆布の種を結びつけたりとかですね、そういう作業もあります、ね。でその後独立されるわけですけども、はい、その時のきっかけっていうのは何だったんですか？そうですね、まあ、その師匠というか社長が癌で亡くなって廃業ということで、はあ、その廃業するのが3月いっぱいだったんで、3月中にもういろいろ事業計画とか作って法人を起こして、自分の退職金の資本から同僚に給料を払うという、まあ、自分のマンションが会社の事務所になるわけですから、事務机を置いてパンツも干せないような状態でね最初何人ですか？最初3人ですね。3人3人で、じゃあ中村さんとあとの2人はその前の会社から引き継いで、そうですね、どうやってその信用を積み上げていったんですか？利益求めるともうちょっと時間かけてたくさんお金もらうのか、もう手際よく早く仕事を終わらせて評価してもらうのか、頼んでもらえるんですね、漁師さんにもね、また来てくださいとかですね、養殖施設のちょっとホタテの養殖施設見てきてくださいとか、もうどんな条件でも自分のアイデアでそういうふうにやれるように、今度はもうライバルとかでなく自分の職場の仲間だっていうのと、潜水士成り立ての若い子にも僕が過去三十数年の潜水記録残してるんで。潜水記録を残してるってのは どういうことですか？ロングブックとも言います、まあ、潜水日記ですね、日報を、はあ、ずっと残して、それ、なんかメモ帳かなんかに書かれて手書きで書いてる、はい、それが三十何年分残ってるんですか？残ってますね。すごい量じゃないですか、三十何年分って言ったら。恥ずかしいけどひらがなも多いんですけどね、仕事内容は。どういうこと書いてるんですか？まあ、仕事に行く現場と、はい、何時何分に何分間潜るっていうのと、その作業に必要なスクバのタンクの本数だったりとか、そういうのを次の仕事、また次の年同じ仕事やるときにこういうものが必要だったりとかで、それ中村さんが使うだけじゃなくて他の潜水士の方もそのログを使うんですか？一番の近道なんですよね。ですから僕が30年潜ってきたのを、はい、同じ30年過ごされるより、それをバネにして僕もそうやって先輩を教わってきたから、超実用的な経験談がそこに詰まってるんですね。ですから僕たちがやってきた信用もそのまま引き継げるわけですよ。うわ、それはもう本当に中村さんがこの30何年培ってきた財産というか、いや、それも一瞬で崩される時あるから、だから大変なんでしょうね、はい、漁師さんもなんだ言ってることやってること違うの、あの野郎ってなっちゃうから、まあ僕はこういうキャラで漁師さんと近づいてって仕事もらってるんだから、そういうのも必要になってくるね。でもその潜水記録、例えばなんかデジタルアーカイブ化して全国の潜水士さんがそれ見れるようになったらすごいことになりますけどね。いや、まだまだその北海道の一部、まあ、全国行くんですけど本当一部ですから、もっともっとそういう仲間とですね、その潜水作業のバイブルっていうかですね、あるといいと思う、もっと安全になってくるんじゃないかな。今は会社として頑張って取り組まれていることってどういうことなんですか？新社屋にプールを、併設しまして、でそこで潜水訓練はもちろんのこと、水中ドローンの、講習会を今現在行ってまして。水中ドローンは実際どういう作業で使ったり、どういう役割が求められるんですか？そうですね、今までこうダイバーが広範囲に海藻のモニタリングだったりとか、ムラサキウニの個体数数えていったりとかするんですけど、それで200メーターの距離の統計取ったりするんですけど、水中ドローンってもうスケラーがついてるんで映像で
その枠の大きさとかですね、でウニの、大きさとかも観測できて、で、通常ダイバーだともう2キロも調査すればもう1日終わっちゃうんですけど、うん、水中ドローンは疲れ知らずで、うん、ずっとですね潜り続けてくれる、うん、はあ、潜水士の世界もですから、まあ、DX だったり AI だったりそういったものが ものすごく入り込んできてるんですね、はい、そうなんですよ、もう本当デジタルは欠かせない。ロボットの得意なところはロボットに任せて、でもやっぱり潜水士人が潜らないとわからないところはやっぱりあるわけですよね、はい、潜水士がいらなくなるんじゃなく、うん、潜水士の経験を生かしてそのロボットを使って効率よくしていくっていうのを進めてます、ね、今会社は従業員何人ぐらいいらっしゃるんですか。今正社員で22名です、ね、はあ、3人で始めた会社がそうですね、はあ、こう実際にこう今、まあ、ボスとしてこう心がけてることってどういうことですか。そうですね、かなり僕らが昭和から始めた潜水士なんで、働き方がかなり変わってきてるので、うん、その水中ドローンだったりそのプログラミングだったり AI だったりなかなか浜でも手つけたくないような横文字なんですけど、若い子たちはそういうものを取り入れて新しい働き方になってくる、うん、僕らの時みたいに体力が続く限り泳ぎなさいとかですね、働きなさいと効率よくですね、ドローンとかですね空中も水中も効率よく自分自身がプログラミングして画像も AI で画像解析してものを判断してハンディキャップ持った人でも自宅から遠隔で操縦できます。これは実際にうちでもその実証実験とかやってるんですけど、なのでちょっとでも興味持ったらもうまず潜水海を知っていって僕はもうそれを伝えていくのが、最後の使命だと思います。その伝えるっていうところでは取り組みは何かされてるんですか。そうですね、僕もオクシーの震災前からやってるスクーバの事業ということで、今島留学生含めるとですね大人数で、まあ、45名ぐらいかな、みんなで海で潜ってお薬のきれいな海を、伝えてってる素敵な事業があるんですよ、うん、また北海道大学水産学部の方で、ドローン研究会で学生たちと一緒にドローンの実証実験とかどういうものに使えるかっていうのを、みんなで話し合って実際に海とか、学生はもう海外にまで水中ドローン持って、活動してます、うん、その教え子の中から海に関わる仕事に就いたりとかっていう方もいらっしゃるんですか。はい、卒業生ではうちに潜水士として一人はインストラクター一人は、作業ダイバーの方で活躍してますし、うん、でもそれは教えた本当に妙理に尽きるんじゃないですか。そうですね、うん、もうですからうちは地方からの、卒業生が多い新卒の子がですね、うん、寮の方も 2軒完備してまして、もうできるだけこう負担なくですね、決して高い給料払ってるわけじゃないんで見習いの時は、うん、そこでこうできるだけこうお金を貯めてですね将来自分が、独立してもですねやっていけるようなお金の使い方っていうのも教えていかないと、普通のサラリーマンより高い賃金もらえるから派手に遊んだりとかですねしても何も残んない、ね、うん、親代わりですね。そうですね、そう思ってくれればいいですけど、ね、そうなるようにやはりこう信頼関係築いてくる、うん、大切だと思います、うん。中村さんご自身がこれから先どうなっていきたいか、このダイブという会社はどうしていきたいかみたいなその未来の話を教えてください。そうですね、新しい働き方に興味ある人、新しい水産の養殖の管理の仕方とか、大きく時代が変わってきてもうロボットも使う時代がすぐそこまで来てるんで、潜水士を持ってない
あのゲーマーの子だったりとかですね、操縦がうまい子に手伝ってもらったり、漁師さん網を刺す漁場の情報も孫がおじいちゃんに伝えて、うん、おじいちゃんこういうふうに海底はなってんだよとかですね、家族で自分を育ててる親の役に立てるようなっていうか、うん、そういう世の中になってほしいな、うん、僕がやってるかっていうとちょっとあれなんですけど、僕のそういう考えに賛同して一緒についてきてくれればなと思います、うん、いやなんか全く知らなかった水の中の世界がそこに関わる人も含めてどんどん今変わってきてるんだなっていうのを今日中村さんにお話聞いて思いました、はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。